この町の連中は強いな。みんなまだ戦う意志が折れてない。だからこそお前には辛いんじゃないのか。何せこの状況を引き起こしてるのはお前自身だ。エメトセルクの言った通り、当人にその意志がなくとも、お前の光が世界を脅かしてる。ヤシトラやリーンが見ても、それは覆らなかった。はっきり言って、状況は最悪だ。今回ばかりはどこを探しても救いなんてないかもしれない。ただしそれは窮地であって敗北じゃない。お前はまだ負けていない。違うか？前にもこんな不思議と泣いた気持ちで空を眺めてたことがある。自分たちのやったことが光の氾濫につながると知って原初世界に向かうために命を絶った時だ。あっちでお前たちと戦って負けてついえかけた願いを光の巫女が拾ってくれたから、俺たちの世界は完全消滅を逃れられた。それが救いだったのか、あるいはこんな風に残るより統合された方が幸せだったのか、ずっとわからなかったんだ。だがコルシア島で巨大なタロースが立ち上がった時に思った。ああよかったんだってな。かつての俺たちは戦う役目を最後まで自分たちだけで抱え込んだ。それがみんなのためだと思ってた。だからあんな人が一丸になって道を開く様だけは見ることがなかったんだ。眩しかった。ただ胸が詰まって言葉なんて出やしないんだ。こんな世界でまだ生きたがってる奴らがいる。それが手を取り合って天にまで這い上がろうとしてる。だったら絶対に間違っていなかった。この世界をこんな未来につないだことを俺はやっと誇れる。拳だ拳、いいからぶつけてみろ。
前に部屋で起きたことは偶然じゃなかったんだ。俺はもう世界を救うことはできないが、何の因果かお前にだけは干渉できるらしい。こうして喋ることもできてたんだ。予感はあった。だが俺は光の反乱を起こした男だ。どんな理由があったとしてもそれを否定することはできない。だから何かをすればまた間違うんじゃないかと、自分の選択が信じられなくて踏み出すことから逃げていた。それでも俺たちの選択が間違いだけではなかったのだと、お前たちが証明してくれたから今なら誓うことができる。この魂をお前にかけよう。わずかでもまだできることがあるはずだ。お前が世界の敵になりそうだったら止めてやるし、お前が進もうとするなら背中くらいは押してやる。だから思うように進めよ、英雄。しないけれど別にいいじゃない。誰かがあなたを倒そうとしに来ても妖精のみんなで守ってあげるわ。それをあなたが望むなら王冠や杖を譲るけれど、どう？なんて知ってるわ。私の若木ったらとても釣れない人なのよ。私の提案なんてこれっぽっちも聞く気がないのだわ。それにそんな結末には私の愛した美しさもない。ねえ、私のかわいいかわいい若木、あなたは今迷い地の中、これから進むべき方向を決めなければならないわ。そんな時人は先を見通そうとする。だから私たちは意地悪な霧や幻惑でもっと迷わせるの。それを破る方法はね、一度立ち止まること、そしてどこへ行くべきかではなく自分が今どこにいるのかを正しく知ることよ。
でできたケールム。影に隠した赤い目はいつも優しくあなたを見ていた。その意味を知れば、あなたの知らないあなたのことも、今あなたが立つ場所も見えてくるかもしれないわ。町の人に聞いて回れば、きっと糸口はつかめるでしょう。私はあなたが何を選ぶか楽しみにしながら見守っているわ。それじゃまたね。
you